皆さんこんにちは私のチャンネルへようこそ2月24日深夜放送のラジオストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル日本放送に田中樹と高知優吾が出演コーチが松村北斗をかわいいと連呼する場面があった SixTONES 高知優吾松村北斗に不満 SixTONES 高知優吾森本慎太郎にダメだと思ったわけ ストーンズ、コーチ優吾、松村北斗が、可愛すぎて、とメロメロに。この日、コーチは、北斗を、ゴルフに、連れて行った時の話なんですけど、と切り出すと、クラブとかもまだ持ってないって言うから、俺のクラブ使っていいから、最初はちょっとゴルフの楽しさを教えてあげようと思って一緒に練習場とか行った。北斗のコースデビューまでは一緒に行った、と報告。貧乳女子が、A F に急成長2週間で本当ににカップアップした育入週間1日5分 PR 以前からゴルフをたしなんでいるコーチだが先輩や年上の方と行くことがほとんどだったため実は同年代とゴルフをするのはほぼ初めてだったため初めて教えることの楽しさを覚えちゃったとかさらにもうあんな可愛い北斗を見るのが久しぶりで めちゃめちゃウキウキしてて、と、初めてのゴルフ体験にはしゃぐ松村の姿を見るのも楽しかったようだ。なお、松村はそれ以来、すっかりゴルフにはまっているといい、田中は、あいつ、なんかさ、撮影の合間とかゴルフのスイングやってるよな、と暴露。ちょっと前の何かの撮影の時も、その場にあったセットの傘を使って、ちょっとき、スイングやってみ、って、俺やらされてさ。 ああそこね、違う、って、返しちゃいけない、って、と、松村に指導されたそうで、ウキウキしてるよね、と、松村の様子を明かした。コーチ曰く、松村はコースに行っても、めっちゃ真面目、とのこと。言われたことを一つずつ確認し、一人でブツブツ言いながら、時間をかけてボールを打った後、すぐにミスを反省しているそうで、その姿が、もう可愛すぎて、 とメロメロロだったそんなコーチと松村は関西ジュニア出身で現在は舞台を中心に活動している事務所の先輩室竜太と共に3人でゴルフをした際1日で36ラウンド回ったとか体力的に疲れてくる夜になっても松村は打つまでにかなり時間をかけていたため質から早く歌うかなと言われていたといいしかし コーチはマイペースにゴルフをする松村の姿が可愛くてしょうがなかったという。ストーンズコーチ優吾、松村北斗の「二毒虫」にどうなってるんだよ。と不満、一方で松村は1月20日放送会でコーチがゴルフに誘ってくれなくなったと嘆いていたが、コーチによればはこの人と行くときは北斗じゃないかな、みたいなと。 一緒にに行く顔ぶれによってて決めていると弁解北斗のマイペースさが合うような人たちをチョイスして誘おうかなと思っていたら北斗が住めちゃったと説明したなおラジオ放送当日の昼間に松村からいついつなんだけどちょっと練習場に行けると誘いのラインが届きスケジュール的に行けそうだっためもちろんと返信したもののなぜか松村は「未読し しているととのこと一方で他のグループ LINE のトークでは松村も返信していたそうで「コーチは俺の未読無視導なってるんだよ」と不満げ「俺からしたら別に練習場は1人でも行けるし他の人たちとラウンド行けるし」とも話していたがその後番組放送中に「北斗から今頃返信が来たぞ」と報告怒っているような素振りを見せてものの田中に「めっちゃ笑顔だった」 と松村からの返信を喜んでいたと突っ込まれたのだった。SixTONES、コーチ優も、森本慎太郎にゴルフ指導も、ダメだと思ったわけ。ちなみに、コーチは森本慎太郎からも、ゴルフを始めたい、と言われ、一緒に練習場に行ったそう。グリップをしっかり持って、顔を上げないで、よし、肩に力入れない、と、クラブを振るところから指導した松村と違い、 運動神経もよく器用な森本は、ありえないぐらいのスピードで振るの。意味わかんない、と豪快すぎるスイングだったとか。コーチは、それを見せられた時点でもうこいつに教えることねえわって。ダメだと思った、わら、と言い、お前はもう好きに打て、と。しっかりフォーム、を意識して、っていうより、ボールを打つ楽しさをわかってそうだから、それでいいと思って、と。 メンバーの性格に合わせて指導している様子をうかがわせていた。この日の放送に、ネット上からは、北斗が可愛い,いおれんこしみどく虫にすねて、返信が来たら満面の笑み。コーチくんのお兄ちゃん感が半端ない、ゆぼほく尊い、意味わかんないくらいパワフルなスイングをぶちかます森本、見たことないのに見える、といった声が集まっていた。どこだと思いますか次は CU でした。